はい、ワード2、広瀬さんいらっしゃい。初詣行ってないね。行ってない。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとうございます。風船ありがとう。体壊さないで、ね、賞味期限切れのチーズ食べてんの体壊すでしょ。大丈夫なのかな。どれくらい切れてんの。はい、つかすちゃんワード2いらっしゃい。楽しんでってください。明けましておめでとう。みんな賞味期限切れのチーズか、結構攻めるね。1ヶ月大丈夫じゃないでしょ。アウトでしょそれ。1ヶ月アウトだよ普通に考えたら。俺はアウトだと思うよ。俺だったら捨てるね。チーズとか、 なんか乳製品は危ないっていう印象があるね。やばいよね、やばいよね。白熊さんいらっしゃい。ワード2。ヨーグルトもチーズも腐ってる。発酵と腐ってるは違うからね。発酵と腐ってるは違う。お疲れ様でーす。どうも。慎太郎さんいらっしゃい。みんなは食費月いくらぐらいかけてる。食費3万円ぐらいに抑えないとな。最近暴飲暴食で、今年入ってから3万円生活にしようと思って頑張ってますよ。一
一人暮らしだったら3万円だったら節約してる方だよね。普通だよね。みんなどれくらいかけてんだろう。旅の計画、叩き台はこれからですか。いや、あんまりね、叩き台とかは考えないようにしてるかな。しおりみたいなものを作ると旅行になっちゃう気がするから。うん、あくまで俺は車トラジローみたいな感じでやりたいんだよね。プラーっと気ままに。初期3万か、やっぱり。それくらいだよね。1日1000円で3万ぐらいでしょうか。それくらいだね。うん。まあ1日1000円ぐらいか、やっぱり。最近暴飲暴食で太りまくってるんで。っていうかみんなのおかげでさ、正月500回のダンベルのおかげで腕が太くなったんだけど、ちょっと配信だと分かりづらいかもしれないけど、腕が筋肉痛でパンパンですよ。今年は腕やばくなるんじゃないかな。腕がみんなのおかげで、ダンベルのおかげで、ありがとね。めでたいよね。でもね、男は腕太い方がかっこいいもんね。お菓子とジュースは含んでないからもっと多い。お菓子とジュースは含めるべきじゃない、食品に。俺は含めるけどな。1000円なら節約してると思います。そうだよね、そんなに高くないよね。4万ぐらいか。お菓子あんま食べないんだよな。スナック菓子とかあんま食べない。子供の頃からあんまポテチとかハマらない方だったな。好きな人ずっと食べてるよね、ポテトチップスね。一人なら3万ぐらい。交際費はいくらぐらい。交際費っつってもな、全然外出ないかんな、俺。だこの前も枠で、生活保護の枠で話したんだけど、生活保護語ってたら、やっぱ交際費使えないよねっていう話になって。だから惨めだから働いた方がいいよっていうことを言った。やっぱね、稼ぐって大事だよ。稼ぐって大事。まあタイトルにも書いたんだけどさ、やっぱ年収1000万超えたよね、配信で。お菓子少し家に置いておきたいと思ったらその日のうちに食べ終わる、不思議。あー、まあそうだよね。3日4日は経たないかな。俺もでっかい袋とか買っちゃってもバリ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 ひたすら食べちゃうから。おせんべいとかの方が好きかもしんない。おせんべいが好き。
なはさ、アニメとかの憧れの主人公とかあった？映画とかアニメとかでこの主人公みたいになりたいとかあった？かっこいいキャラクター、憧れのキャラクターみたいな。テレビとかで感動ができない？俺でも結構泣いたり笑ったりする方かな。テレビとか感情移入できる方かな。なんかあれだよね、小説とか漫画とかでもそうだけど、なんかこう慣れみたいなのが必要だよね、感情移入するための訓練みたい。多分ね、漫画普段読んでないと漫画で泣けないんだと思う。世界に入り込むまで時間が、ハードルがあるんだと思うよ。スポーツとか見てるだけでなんか楽しいのか分かんない。あー、ボクシングとかは感動するけどな、うん、俺も団体競技はあんま感動できないかな。団体競技はあんま感動しないで、なんつうんだろう、個人競技の方が好きかもしんないな。明日のジョーの力士、明日のジョー見てねえな、わかんねえな。あれだよね、最後の敵役の人だよね、ハガレンとかハンターハンター、サイコパス。あー、鋼の錬金術師面白いよね。あれはすごい面白かったな。ハガレンいいよね。あれってガンガンだったっけ。ハガレンはいい作品だった。たまにガンガン当たりの作品作るんだよな。ガンガン好きだよ。魔法陣ぐるぐるとかも好きだったし。はい、ワード2、さくらさんいらっしゃい。やっぱ高架機動隊の元子は憧れるかな。かっこいいな、草薙元子は好きだな。はまるよね。ハンターハンターは俺はゴンフリークスがすげえかっこいいと思う。ビートもクソもねえから聞きな、なんだっけ、ビートもクソもねえから聞きなって誰だっけ。ジョーカーいらっしゃい。ブルさんおはようございます。魔法陣ぐるぐるに出てくるキタキタ親父が良かった。最高だよね、もうほんと好きだったもん、魔法陣ぐるぐる。ザムディーン、ザワってなってシーン、俺のじいさんの名前だ、あれ好きだったね。ザムディーン、ただいま、ただいま目藤井やぐもパイ、あれタイトルが出てこない。ハンターハンターはひそか、ひそかかっこいいよね。新年一発目の赤字、何が赤字だったんだろう。ガシュベル書いてんの、今やってるアニメも好き。あー、ガシュベル読んでないからわかんないな、なんてやつだろう。ガシュベルは絵でちょっと微妙だなと思って見なかったね。Thank you.
FX17 負けた。おお、結構負けたね。結構負けたね、ジョーカーさん。でも元手がいくらかによるじゃん。なんかその貨幣価値の面白いところってさ、なんつうの、資産が増えていけば増えていくほど収入が増えるじゃん。だから割合の問題だと思うんだよね。武圭さんいらっしゃい。この音楽好き？最初ね、あんまり評判良くなかったんだけど、結構最近慣れてきたみたいな。みんないいっていうね。まったりするよね。俺も好きだよ、これ。コインどう思いますか？なんかビットコインを日本に持ってきた人が知り合いの知り合いにいて、でビットコインに関心持ってたんですよ、僕が。でそしたらその200億だかなんだかっていう規模でビットコインを仕掛けた人がいて、でそのなんだその時話で出回ってて、市場に入ってくる。要は、末端の会員とかが10円とかのところ8円で俺らを買い取れるよっていうのを、なんか0.5円とかで仕入れてて、ばらまいてる人たちがいたんだけど、その時になんか、ああ、やっぱ、そう、人脈だなって思ったね。ビットコイン自体は、面白い仕組みだなと思ったんだけど、やっぱりその、仕掛ける人と仕掛けられる人がいるから、世の中って。だから誰とつながってるかによってこんなにも情報の格差があるんだっていうのに気づいたね。だからビジネスって何をやるかじゃなくて誰とつながってるかが一番大事だなと思った。和道さん的アイコンの人ってアット和道をらつけてましたっけ？え？ どういうこと？仁太郎さん。マウントボックス。マウントボックスってなんだろう。マウントボックスがわかんない。でもビットコインの原型って日本人が作ったって言われてるよね、発想としては。FX 今年から始めてみようかな。いいと思うよ。FX、ギャンブル、パチンコ、パチスロやるくらいだったら FX やった方が絶対いいと思う。白色で和道さん的なアイコンの人って何人かいたから、推しの人。そうだね。俺の囲いの人だね。あと俺の彼女とか。FX 覚えるのは、いいと思うね。ただバイナリーオプションはやらない方がいいかもな。
俺的にあんまりバイナリーオプションは進めてないかな。やったことないからあれだけど、パチンコよりかは還元率高いですね、個人的に。還元率っていう考え方が違うと思ってて、なんて言うのかな。まあ還元率でも合ってるんだけど、だから手数料だけ取られるわけじゃん。要は。だから、賭場がでかいって思った方がいいかもね。そういう考え方するんだったら。もう一回ノンタンの作品見せていただけないでしょうか。ツイッターに T シャツ化してるよ。もうグッズ販売してるよ。これが、マロングラッセのりこの初期作品ですね。T シャツ販売してますので、もしよかったら、マロングラッセのりこ、世界的アーティストのマロングラッセのりこの初期作品、T シャツになってます。ヒカルが騒がれてるけど、どう思います？何で騒がれてんの？何で騒がれてんのか全く把握してないな。おへんおたくん、千代さんはだつ。のんたん大丈夫？大丈夫だよ。期待値還元率関係ない。ちなみに10年プラスマイナスにできる人は100人に1人ぐらい。中西さんいらっしゃい。はい、ワード2。ニックいらっしゃい。おはよう。ギャンブルは絶対賭場が儲かる仕組みだからな。あ、なんか変だな、今日マイク。あ。はい、古代さんはどつ。あれ、なんか変だな。あ、なんか遠くない？今日マイクおかしいよね。なんだろう。刺さってるよな。あ、訂正っす。ちょっとマイクおかしいよ。ドラえもんさんいらっしゃい。松屋とすき家どっちが好きですか？最近ずっとすき家派だったけど松屋になってきたかな。松屋の牛丼うまいんだよね。プレミア牛丼。ちびたさんはどっち？いらっしゃい。T シャツいくらですか？どうやって購入すればいいですか？サイズも教えてください。了解です。まずですね、僕のツイッターに飛ぶとですね、こういうページがトップページに出ます。昨日のこと？いや、聞いてないね。ここをクリックします。昨日のことってなんだろう、ちょっとごめん、わかんない。で、まあここのページだとダメか。まあグッズ販売っていうページがあるんですよ。ふわっちで俺のページに飛ぶと、ふわっちあるな。で、俺のこのページあるでしょ。このページに、グッズ販売中ってここに書いてあるはずなんだよ。グッズ販売中。これクリックしてください、まず。そうすると、僕の作品が載ってます。大丈夫？一応。で、例えば、のんたんが書いた T シャツも売ってるんですけど、これクリックすると、5660円です。1枚5660円で T シャツが販売されてます。で、サイズは、ここをクリックすると、S、M、L、XL から選べます。はい。こんな感じです。こんな感じです。よろしく。FX なんかやめとけ。
9割以上負けてる。まあ参入障壁が高い。だからそうなんだよね、金持ちになる確率って1割の人間が稼ぐだけだから。俺はなんつうんだろう、別に負けてもいいと思うんだよ。そう、どうやって負けるかだと思ってて、 FX とかの場合ってさ、チャートを読んだりとかさ、情勢とか読んでいけば勝てるじゃん。はい、ワード28。だからそれをできない人が9割いるっていうだけだと思うから。でもそういう人ってどっちにしろ金持ちにはなれないわけだから、勉強しないと。だから投資を覚えるっていうのはいいことだと思うよ俺は。高いと取るか安いと取るか。あとそのなんだろう、パチンコとかっていうのはさ、かける額っていうの決まってるわけじゃん、1000円からとかさ。だけど FX とかってその自分たちで決められるじゃん、かける額っていうのは。レバレッジどれくらいかけるのかとか。だからあれなんだよ、俺が思うにね、金額で勝ってるっていうよりもパーセンテージで勝ってる数字を出せるやつっていうのはちゃんとやってるやつだと思う。元本どれくらいかけてて、1日あたりとか月あたり何パーセントの利回りでその勝ってるっていうことを言える人の方がすごいと思う。だから1億勝ったとか100万勝ったじゃなくて、利回り何パーっていう話でビジネスはするから。普通お金はコツコツしないと増えない仕組みですからね。コツコツじゃなく、まあコツコツやるのが成功法だとは思うよね。コツコツしない、まあいろんなジャンルのなんつうんだろう、ビジネスがあるからあれだけど、うん、コツコツしないしたら稼げるとは違うかな。貯金する感覚と投資の感覚って全く別だから、そんな簡単じゃないよ。金融工学学んだノーベル賞学者だって破産してる世界。うん、まあ簡単ではないと思ってるけどな、うん、でもまあパチンコやるぐらいだったら FX やった方が俺は絶対いいと思ってるっていう、ただそれだけよ。うん、和道の配信はそこまで面白くない。うん、そうか。30万ぐらいで FX 始められるかな。最低金額ない？30万だったら1日2000円とか勝つか勝たないかっていう世界で普通回すレベルだと思うよ、それだったら。30万ぐらいだったら。ナマポはやめたわ。まだ抜けてないね。うん、だから30万元手で日当1万勝とうっていうのは結構無理なやり方をしてるように見えちゃうかな俺だったら。要は素人ってさ、破産するかけ方をするわけよ。うん、過疎配信だからな、太い囲いいなくなったら積む。ん？ FX いきなりやるのはバカです。まあだからあれじゃない、なんかデモトレードみたいなのやってればいいんじゃないかな。配信しながら生ポとかいいゴミ分だな。まあ生ポは配信やっちゃダメっていう法律はないからね。うん、ヒーサーおはよう。ゴルファーさんいらっしゃい。投資の額に対してリターンは決まってますからね。リターン決まってなくないかな。リターンは決まってないと思うよ、FX っていうのは。逆にリターンが読めないもんだと思ってるけど。30万で FX はやばいっていうか、まあ30万元手に何かやるっていうのはちょっと厳しいけど、まあ FX ありなんじゃないの。初見さんいらっしゃい。ああ、服着るの嫌いなんだよね、俺。初見さん楽しんでってください。生ポもらいながら配信はともかく FX はダメだね。俺が FX するっていうことは言ってないですよ、うん、リスナーさんが FX やろうと思ってるっていう話で、あ、パチンコやるぐらいだったらいいんじゃないっていう話よ、うん、会計は振り込みですか。会計はコンビニ払いとかでみんな買ってますね。コンビニ払いとかで買ってる和道グッズは。選べるっぽいよ、振り込みとかコンビニ払いとか。着払いあんのかな。
どうなんだろう。クレジットカードで支払う。コンビニ決済で支払う。クレカか、コンビニ決済だって。配信で稼いだポイントとか役所に申告してんのか。申告してなかったら不正受給ですね。うん。申告してなかったら不正受給で逮捕されます。今マイナンバー必須だからね。ちなみに海外業者って手もある。はい、わこう、なぎたんいらっしゃい。うん、 FX やったことないよ俺。俺は株かな、株一時期やってたけど。俺は日経225ミニやってみたいかな。昨日が28だったんでマイナスじゃないから、これから頑張ります。お、頑張ってください。日経225は読みやすいかな、結構。結構読みやすいね。原油がいいの。原油に手出すの。原油わかんねえな。金か。不景気の時に金って値段上がるんだよ。これから景気良くなるから、どうだろうね。どれくらいの期間で見るか。要は、元手がいくらで、期間どれくらいで利回りどれくらい回すっていう話だと思うから、どのタイミングで売り買いするのかによると思うのが、俺は投資だと思ってるから。うん、どうなんだろうね。今、金いくらあるの金見てみようか。金の相場値段4653円。ああ、金はオリンピック。おかしいオリンピック直前に上がる。結果出さないと信憑性ない。はい、ワード2、サコロコちゃんいらっしゃい。本当に儲かる話っていうのは人に言わないもんだと思ってるのよ。矢作田さんいらっしゃい。どうもコメントありがとう。ひろゆきさんは頭いいよね、うん、あれは頭悪いっていう人はいないよね、うん、頭いいよね。なんか頭にいいっていろいろな種類あると思うけど、なんかなんつうんだろうな、問題解決能力が高いと思ってるかな。うん、なんか問題を見つけてそこをなんか
指摘するっていうのがめちゃめちゃ得意な人っていうイメージがある。マネージャーさん花火ありがとうございます。マネージャーさん花火ありがとう。おお、ごめんね、花火ありがとう。長男が帰ってきたから潜り、はいはい。マネージャーさんありがとうございます。ありがとうございます。TPP でこれから変わるかな。どうなんだろうね。まあ相場は大きく動きそうな気はするけど、トランプがね離脱するって言ってるんでしょ。TPP なんかやるもんじゃないんだって。そんなの国家としての体裁がないわけだから。そうだね、遅い時間帯っていうか朝方とかねやってるね。そんなの国じゃないじゃん。だから国っていう概念がどん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 なくなっていくんだろうな、これからは。ファミリーか、リスワン。いやー全然わかんない、わかんないわかんない。もうほんとニュースもやめたから俺。ニュース見るのもやめたし、テレビも見ないから全然わかんないよ、情勢とか。明けましておめでとう、今年もよろしく。はい、おやすみなぎたん、また来てね、ありがとうね。まだ寝てなかったんだ。トランプ就任するから
ああ、まあ動くだろうね。俺はトランプ就任は日本の追い風だと思ってるから。日本はチャンスだよね。すごい。安倍さんはラッキーだよ。中国はどうなりますか？まあバブルは崩壊するんじゃないかな。 中国はとんでもない少子高齢化来るしね、持たないでしょ。でもまあ GDP とか世界2位で居続けるんじゃないの、それでも。だからまあバブルが終わったって感じだよ。バブルが終わるっていうか、韓国が世界2位になるの？俺は分かんないな、それは。韓国の GDP って東京都ぐらいの規模じゃなかったっけ？韓国？大丈夫？韓国ってそんなことにならなくない？韓国が世界2位になるっていうのは俺は全然意味が分かんないけど。アイスインドルいらっしゃい。ペンは綺麗にしといた方がいいぜ。どういうこと？どういうこと？中国よりも危ないだろうって話。韓国が、中国が危ないって話。中国についてコメント求められたから中国に関して話したんだよ俺。韓国の話出てなくない？韓国はすごいよな、だけど、本当に。韓国はやばいよね。おはよう、体調補強。そうだね、早起きだね。
漫画とか本を読めないコンディションの時ないですか？俺ね、ここ1年ぐらい漫画ほぼ読んでないね。もうずーっと1ヶ月5、6冊漫画は買ってたんだけど、映画もほとんど見てないし、漫画とか本とか映画とか全然見てない。そうなんだよね。コンディションっていうか離れちゃってるね。最近面白い漫画ある？俺、昨日 YouTube でビューティフルドリーマー見つけて見ようかなと思ったけど、なんかダメだね。なかなか見る気になんないね。最近何してんの？配信じゃん、ほとんど。仕事して配信してっていう。あと、去年年末は風邪っ引きでグダグダだったけど。ほぼ配信だね。ステーキレボリューションっていう映画面白い。どういう系の映画なの？ビューティフルドリーマーじゃなかったっけ？ビューティフルドリーマーじゃなかったっけ？押し守る。ビューティフルドリーマーじゃなかったっけな？あ、ビューティフルドリーマーだね。うるせえやつら2、ビューティフルドリーマーって。押し守るの結構人気作っていうか、攻殻機動隊の前か。世界一おいしい肉食べるっていう映画、それちょっと面白そうだな。そうそう、うるせえやつらとだよ。あ、エピフォンってあれか、ギブソンの子会社なんだ。どうやったら牛が美味しくなるとか、この映画にある。おお、ドキュメンタリーってこと？じゃあドキュメンタリーかな。ギター欲しいなーって思ってますね。レスポールのカスタムとか今調べてて、レスポールタイプがいいなーと思ってんだよね。
ベーシックインカムは反対派かな、いつも言ってるけど、まあなんだろう、インフレ化させる経済政策としては得策だとは思うけど、格差はなくなるもんだとは思ってないから、格差は変わらないと思ってるから、青のなんて読むんだろうこれ、青のエクソシスト、マエストロバイギブソン、レスポールスタンダードキャンディーレッド17,800円。え、嘘、ギブソンのギターでこんな安いのあんの？これギブソン？ギブソンじゃないか、ギブソンでこんな安くないよね。マエストロっていうメーカー、いいよね、かっこいいよね。まあ完全にデザインがいいなと思ってるんだけなんだけど、和道さんって何かに集中してる時って口開くタイプなんですね。俺ね、鼻呼吸がもともとできなかったから、あの口がね、金魚みたいにポカーンって開いてる。鼻呼吸ね、31歳になってようやくできるようになってきたから、まだね癖がついてないんですよ。直さないとなと思ってるんだけど、よくドラム叩いてる時とかも金魚みたいって言われてた。マエストロバイギブソンって何なんだろう、17,800円なんだ。何だろう、マエストロ、マエストロって。カスタムは4、5万である。あ、そんなもんなんだ。1個欲しいな。あ、ブロック入れた。あ、マエストロもギブソンの傘下なんだ。B 級品のギターを安く売ってる。いや、ブロックするでしょ、全然。リスナー選ぶよ。今年の抱負か。まあ、旅に出るっていうのと、あとなんだろう。まあ、あと、まあ、これ今年の目標じゃないんだけど、まあ、タイトルにも書いてあるけど、配信で1000万ぐらい稼ぎたいなとか思ってるね。レスポールはどこのメーカーさん真似したくなるデザインですから、ピンキリですよ。やっぱそうだよね。なんかなんだっけ、もう一個のメ、フェンダーか、フェンダーのね、ジャガー使ってたんだけど、やっぱなんかレスポールいいなと思って。
全然弾けないけどさ、ギター覚えたいなと思ってて。配信で1000万って稼げるもんなんですか？わかんない。稼ぎたいなと思ってるだけで、稼げるかどうかはわかんない、うん。それは神様が決めることだから。うん、希望ね。俺の希望としては、それくらい稼げたらいいなと思ってる。レスポールかっこいいよな。デザインがいいよね。誰なんだろうね、配信で一番稼いだの。ここだけで1000万じゃねえだろう。うん、いやいや、配信、純粋に配信だけの収入で1000万。他にやることは他でって考えてるね。配信で1000万稼げたら結構、まあいいかなと思ってて。一回その世界見てみたいなとは思ってるけど。これはまあ言ってるだろうね。それくらい稼ぎたいかな。これかな、一番稼いだの。チューブとかならザラにおるやん。そうだね。YouTuber、ザラにはいないと思うけど、まあ、1000万以上結構いるよね。チャンネルと別で1500万くらいいってるだろうね、それくらいね。フェンダーのジャガーも渋い。ジャガーは、なんか、音がすぐ狂うんすよ。うん。なんて言うんだっけ、こういうやつ。スイングアームか。あれがついてるのは、なんか狂いやすいっていう。調整が大変なイメージがある。タクセガーって可愛い。ムスタングとかジャガーとかって確か同じ系統だよね。ムスタングは特に欠陥品って言われてるぐらいね、チューニング狂うって言われてるよね。タングのあの味がわからんのかな。ムスタング否定してないでしょ俺。配信って一生生活できる人って限られた人間だよな。まあそう、人気商売は全部そうだよね。俺もそうだと思うよ。限られた人だけだと思う。ドンピシャの時にええのが聞ける。ムスタングいいよね。ただ俺はなんかもう見た目で入っちゃうから、
やっぱレスポールかっこいいなってなっちゃうんだよね。チューニングね、大変だよね。ねえ、本当に。ノンタン T シャツ息子と2人で2枚購入。ありがとうございます。 ありがとう。どのデザイン買ったの？どのデザイン買ったの？ ありがとう。ノンタン喜ぶよ。ありがとう。ノンタン一生懸命描いてたからね。でも結構女性でも男性でも結構かっこいいデザインになってると思うよ。俺普通に欲しいと思ったもん。なかなかいいデザインだよね。かっこよかった。ありがとうございます。ぜひ来てください。世界的アーティストマロングラッセのりこ、どうぞよろしく。明けましておめでとう。みどりさんいらっしゃい。ありがとうございます。ああ、ありがとう。一緒に盛り上げましょう。一緒に楽しもう。俺も、みんなと配信できるの楽しみにしてます。ありがとうございます。ああ、そうなんだ。あ、じゃあのんたんがデザインした2つ買ってくれたんだね。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。のんたん一生懸命描いてたんで。ありがとうございます。羊の絵の T シャツはちょっと怖いけどね。もし届いたら着てるやつ Twitter に上げてくれたら見てみたいですね。どんな感じなのか。羊のやつ結構怖いかんな。飛躍ってやつか。あ、そうなんだ。ちょっとなんかスリップノットみたいだよね、あれ。飛躍っていう方のデザイン、もう一つの方は、なんか鳥をイメージして描いたらしいですよ。鳥がデザインに入ってるみたいな。あ、ありがとうございます。カズさんよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。
新しいフォロワーさん紹介します。カズさんフォローありがとうございます。あ、みどりさんありがとうございます。みどりさん花火ありがとう。みどりさん花火ありがとうございます。昨日500回やったから超痛いわ。ありがとうございます。バーみどりっていうのはあの横山みどりさんから来てんの？あざーす。いやいや、もうあの3回ずつやるんですよ。花火が上がった時だけ3回ずつやるっていう風に決めてて、であの元旦の日4万円分ぐらいみんな花火してくれて、違う、8万円分か、8万円分ぐらい花火してくれて、500回ぐらいずっとずっと筋トレやってましたね。そうなんですよ。スクワットをずっとやってて、スクワットがもうだんだん太ももが発達してきて、1ヶ月で1800回ぐらいやったんですよ。そしたらだんだん効かなくなってきて、スクワット。もうずっと無限にループでできるようになっちゃったんですよ。それだったら腕の方がきついよねってなって、じゃあ腕鍛えっかって。今腕鍛えてますね。おかげでね、あのただのね、なんか全然鍛えたこともないやつだったのに、だんだん腕太くなってきましたね。のんたんもびっくりしてる。あれ腕太くなったよって。多分このまま続けていったら腕結構かっこよくなるんじゃないかな。太くなるんじゃないかな。楽しみだよね。青い髪の方と思っちゃう。なんかさ、青い髪の方なんか嫌いな人多いっすよね。結構クレームがなぜか僕のところに入るんですけど、なんかすごい嫌われてますよね。なんかくれくれひどいらしいっすね。僕見たことないんであんまり言えないんですけど、なんか結構噂聞きますよ。なんかもうアイテムくれないとディスりが半端じゃないとか言って。でもさ、本来さ、配信って無料で見るのが普通だと思ってるから、で、あくまで面白いなと思った時に支援するもんじゃないですか。ね、見てくれるだけで支援だからね、コメント打ったりね。で、それプラスアルファで、まあ、面白かったから小遣いやるかみたいな感じでやるのが俺は正しいと思ってて。なんか強要するもんじゃないよね。花火投げたのにブロック。すげえな。ドラえもんさんはコツ。それすごいね。まあ彼のスタイルなんだろうね、それが、うん、俺はいろんな人と出会いたいしね、リスナーさんは大事にすべきだと思ってるけど、まあいろんなスタイルがあるんだろうね、うん、分かんねえな。誰だろう、青い髪って言ったら有名でしょ。青い髪有名でしょ。
わかんない。和道さん好感持てます。ありがとう。ハートありがとうございます。いや、そう言っていただけると嬉しいですね。顔出しの方、いや俺もあんまり見たことないから分かんないよ。まあ大体あの人だろうなっていうのは分かるけど、ふわっちのランキングに青い髪の人いるでしょ。青い髪でも2人いるな。どっちなんだろう、どっちの青い髪なんだろうな。最近行かないようにしてた。え、どっちのことなんだろう。青い髪ね。サムネ見ると2人いるな、まあ、おそらくこっちだろうなとは思うけど、2人いるね。今リスワン見てみたら、ケンっていう人とランハゲっていう人がいたね。あ、1位の方ね。ケンさんだな。じゃあケンさんだと思う。え、ケンさんじゃないかな、クラインの方かな。今1位がね、アイラになってるね。ケンだな多分。ていうの、あ、ワダツー、どうも。あやか、おはよう。おはよう、あやか。ハートありがとう。昨日さ、のんたんがさ、なんかほら、昨日配信やってて、なんかあっすんっていう女の子とスカイプで話してたの。あの、なんかちょっと、あの、なんだっけ、ワン太郎騙そうぜっつって、台本書いてたんだけど、そしたらなんかのんたんが不機嫌になって、なんか手紙にさ、手紙、なんかもうのんたんがずっと不機嫌だから、あー、またヤンデレが始まったなと思ったの。そしたら俺がお風呂入ってる間に、なんか壁にバーンって画鋲でメモ紙が貼ってあったのよ。それツイッターで上げたんだけど、それが超面白くて、これがのんたんがそのメモ紙、壁に貼ってあったメモ紙なんだけど、それがすげえ面白くてさ、最近のんたんにイライラして扱いが雑だって書いてあんの。最近のんたんにイライラして扱いが雑だ、あすんと浮気した、写メ見て浮かれて、のんたんと言っても暇でつまらないならあすんと付き合えばいい、 LINE で話しても、和道さんがあすんが見たいだけに見えて全然面白くない、家に帰りたいっていうメモ紙がバーンって貼ってあって、これ面白いよね。扱いが雑だっていうのに面白かった。ちょっと最近和道さん扱い雑だよ、可愛いよね。ねえ、のんたんはもう俺が女の人と絡むとすぐねヤンデレになっちゃってね、すぐもう嫉妬の対象になるから、ハートありがとう。そうなんですよ、だからなるべく女性と話さないようにはしてるんですけどね。でもね、ちょっとやりづらいよね、口で言わず手紙ってところが可愛い。うん、可愛いよね。のんたん、俺ゲームずっとやって、今日もう起きてからずっとゲームやってたの。もうなんか頭がぼーっとして、でご飯食べても寝るっつって、もうすっぱだかで風呂入ってガーって寝てたら、のんたんがずっとこうやって見てて、ずっと俺のことこうやって見てんの。どうしたのって言ったら、かっこよすぎるとか言って、頭おかしいなと思って、和道さんかっこよすぎるっつってずっと見てたからね、世界で一番かっこいいって言ってた。もうね、世界で一番かっこいいと思ってんだよ。眼科行けって話だから。多分のんたんの目はね、どこかしらやられてると思う。どっかしらなんか欠陥を持ってると思う。のんたんにとって世界一かっこいいのは俺なんだって。女の子なんだよね。付き合いも大切だから理解してもらいたいよね。そうだね、付き合い大事だね。うん、
その時、裸体のアップ希望。ノンタンの愛情が溢れてる。女リスナーは大丈夫なんでしょう。例えば旅の時とか困らない。いやだから、いや言ってるよ、ノンタンは。旅にもし女がリアトズしてきたら、その女を殺すって言ってるよ。それをゆっくり説得してるんだよ俺は。ノンタン違うからって、それ浮気じゃないよ、浮気だよって言って、全員殺す。だからノンタンが付き合ってた頃、本当にあの人類のメスを滅亡させようとしてたんだよ、ノンタンは。和道さんが浮気しないように、私は全てのメスを滅ぼすかもしれないとか、中二病みたいなこと言ってたから、うん、そうだ、断層しないとダメだよね。いや、ノンタンの嫉妬は異常だよね。ノンタンは本当に異常だけど、そこをまあ含めて可愛いよ。ノンタンはすごい、本当に。本当にだって、あれだよ、もう本当に電話してるだけとかでももうダメなんだ。それは浮気なの。だから女の人と接触することが浮気で、もうなんとか説得してコメント打つのは浮気じゃないよっていうことを説明して、そこは我慢してもらってる。発想がすごいんだよ、もう。旅の荷物に青酸カリとか薬剤兵器が必要。あ、ボタン押すと出てくるの。プシッて。すごいね。だからほら、ツバニャンも襲撃したじゃん。俺がツバニャン初めて、挨拶行こうかなと思って、ただリアトズして挨拶しただけで、ツバニャン BB 弾で発砲したからね。いや、俺は刺さないんだよ、それが、タカさん。あのね、なんでかっていうと、ノンタンにとって俺は世界で一番かっこいい男だから、俺がいなくなると困るっていう理屈なのよ。だからノンタンは俺に危害を加えることは一切ないの。ただ、俺に接触してくる女性には、もう全力で、その攻撃をするっていう。女装が好きな男っていう設定で旅の時はリアと、そうだね。人類の女性が滅亡したら、今度は男も絶滅されそう。だからもう本当に、なんか、そういうのないよって何回も言ってるんだけど、ノンタにとってはもう気が気じゃない、本当に。束縛すごい。まあ、放任されるよりはいいかな。まあ、俺はだから別に構わないけど、その、なんつうの、俺の売りはやっぱ自由さだから、そこは自由にさせてもらいたいなとは思うけど。やばいよ。ノンタンやばいよ。ノンタンのやばさはだって、あれだよ、2ヶ月前なんか、そこのビルの7階ぐらいから飛び降りようとして、ツイキャスでそれを配信して、1時間ぐらいビルの縁とかを歩いてた、雨の日に。それで大炎上して、警察沙汰になってるし。一ヶ月ぐらい前は、その、ノンタ、また和道さんが浮気したっつって、浮気なんかしてないんだよ。リスナーの女のコメント読んでただけなんだけど、メスで首、頸動脈刺しちゃったの。だから今ここにがっつり傷残ってる。本気だから。本気だから。時間とお金あったら女装して近寄ってみたい。だし、ほら、ネットで2チャンネラーで長いし、特定組の人だから、ネット探偵だから、例えばワンワンとコラボする段取りを作ってたんだけど、そしたらもう次の日にはワンワンの自宅の間取りとか住所とか全部分かってたよ、うん、もうこの女いつでも殺せるからって言ってたよ。それでワンワンがブルって、なんかノンタンに DM で謝罪したんだ。それでコラボなしになった。俺とロハコさんとワンワンとキューちゃん牧師で対談するっていうやつだったんだけど。いや、すごいっすよ。だから、もう、住所なんか一発で特定できるよ。だから、ツバニャンの新居なんか、もう、本当に3時間後ぐらいにはもう特定終わってたよ。あ、もう新しい住所分かったよ、つって。怖いよね。なんかよく2ちゃんの IP とかも、なんか、俺はよくわかんないんだけど、その IP とか。なんかツール使って IP とか特定したりとかしてて。あれ誰々ってどこら辺に住んでるとか言って。あ、多分その辺だよって言った。あ、わかったわ。つって。だいたい3つぐらい、その Google マップに、Google マップになんかピン止めみたいなのが3つぐらい、もう特定リストみたいなのがあって。で、ここかここかここなんだけど、IP 見てる限りここなんだよ、つって。で、この時間にこの
ポイントで書き込みがあって、こいつが叩いてるから、多分こいつ、2ちゃんのどの書き込みワンワンだね、とか言ってるよ。あ、あと、あ、埼玉にもいるね。多分あいつだわ、とか言って。うん。IP で、なんだっけな、半径200メートルぐらいは、その、割り出せるらしいんですよ。マネージャーさん。だから、その、2チャンネルとかに書き込みがあって、和道さん叩いてるのは4人で、そのうち3人はおそらく生主だよって言ってて。で、1人は埼玉に住んでて、2人が神奈川に住んでるって言って。で、あの、まあ、大体、まあ、生主でこの人だっていう目星はつけてるから。200メートルぐらいじゃなかったっけ？確か。IP アドレスって。だから、その、なんつうの。俺と過去炎上した人とかのリストとかも持ってて、で、そいつの住所とかのある程度2ちゃんで目星をつけておいて、あ、ビタビタだっていうのをこう、答え合わせしていく。そう。うん、だから、その、なんつうの。あと、ほら、のぞみさんとかと、要は、鮫島藩の特定藩と仲いいから、協力してくれんの。のぞみ、のぞみと親友だから、ダブルノンタンなのよ。だから本人で対処できないときは、今こういうことで困ってんだけど、とか、のぞみさんとかに電話すると、あ、わかった、わかった、ノンタン大丈夫。私のね、リスナーさんすごいのいるから、ちょっと、やってもらう、とか、のぞみさんとなんかタッグ組んで悪さしてんだよ。IP ではわからないって触れ込みなのにやっぱりできるんだ。IP ではわかるでしょ？ IP ではわかるでしょ？うん、ただ、その IP 偽装とかあるから、ただ IP 偽装までやる人って今いないと思うよね。いや、IP はわかるよ。だってインターネットってそもそもさ、なんつうの？一番その誰が書き込んだかをわかるツールじゃん。だって発信元がここですってやってるんだからさ。で、IP は絶対出るわけじゃん。そうすると、その、なんだ、基地局で割り出せるんでしょ？だから地区がわかるんでしょ？要は、どこの、その、基地局を経由して書き込みをしたかを割り出せるんでしょ？でも、まあ、俺はわかんないよ。俺はわかんないけど。ふわっちゃんはまず IP 抜けないね。でも、それは IP が公開されてないだけであって、IP は、その、どうにかしてツール開発したら絶対、その特定はできるようにはなってるはずなんだよ。多分。だから、そのツールを持ってるかどうかなんだ。プログラミングはできないけど。大体わかるけど、プロバイダー的にはそれで特定できないことになってる。大体だよね、だから。うん。で、でも、ノンタンのすごいところっていうのは、大体わかると、過去その人の外配信とかの YouTube とかの動画とか見て Google マップでくまなく全部網羅していくの。だから、あ、こいつこの店で働いてるとか大体がわかるんだって。その生活環境とかを見て。うん。だから探偵だよ、本当に。だって、あれでしょ？なんだっけ？大阪の爆走の家を追い出したのって、ノンタンが裏で動いてたらしいよ。うん、あの、なんだっけ？のぞみとテイ君で、この爆走が家住めなくなったじゃん。あれ一役買ってるらしいよ、裏側で。うん、去年の、どれくらい？ 10 月ぐらいの話か。うん、マジマジ。俺はね、ネットのそういう細かいのは全然わかんないから、よくわかってないんだけど。なんか、ああ、まあ大体合ってるだろうね、みたいな。ほら、鮫島さん、リアルな知り合いいるじゃん。鮫島さんとか、ヒカルくんとか、金梅さんとか、深夜町とか、飲むとさ、その、誰がどこに住んでるとか、裏の話とか出てくるじゃん。大体わかるじゃん。
そういうのとかと照らし合わせると、あ、わかるわっていう、その彼女が言ってるの多分当たってるだろうなみたいな。ね、住所と本名さえ分かっちゃえば何でもできるからね。怖いよね。だって俺付き合って初めて、付き合う前か、付き合う前初めて彼女が俺の家来るときに、住所今から送るねっつったら、あ、ごめん、もう分かってるからいらないって言われた。ごめんね、和道さんって。和道さんの住所はもう知ってるからいらないよって言われた。のんたんは本気の本気で和道さんのこと愛してるんだね。いや、だから本当に世界で一番かっこいいと思ってるんだよ、のんたんは。本気で。体力えげつないですけど、体力とかじゃないんだよ多分。だから喧嘩の仕方を知ってるんでしょ。例えば男の配信者だったらさ、住所と本名と電話番号をバレちゃったら、風俗とかガンガン呼ばれたらさ、ヤクザ的にすることになるじゃん。冷やかして、いや、呼んでないです、呼んでないです、っつってもさ、10人ぐらいで2チャンネル後手組んで、公衆電話からバン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 、そいつのね、何々っていう住所に何々ってもんですって言って、ガン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 電話番号これですって言ってさ、何時何分に行って予約100件ぐらい来たらさ、地元の風俗敵に回すわけじゃん。で、バックにヤクザいるわけじゃん。絶対かしこまれるよね。だからそういうことができちゃうんだよ。危ないよ。怖え。まあ、救急車とか、ね、何々っていうのもあるだろうけど。それ店側からしてもうざいパターン。だから、店がバック使うでしょ。だからめんどくさくなるんでしょ。そういうの止める気はないんだね。だって止められないもん。人海戦術怖いよね。店からしたらね、なんだその客ってなるでしょ。痛手んだろうって、潰そうぜってなるでしょ。あ、のんたんがアンチ化したらもう俺は終わりだと思ってる。一瞬で潰されるから。のんたんファミリーに殺されるから。怖いよね。囲いでよかったよね。時々言うもん。なんか昨日もなんか、俺の悪口言ってる配信者がいたらしくて、なんか、ああ、潰しといたよとか言ってたよ。なんか、よくわかんないけど。和道さんのアンチがいたから潰しといたよとか、わけのわかんないこと言ってた。公衆電話お断りしてくる店も多くない。派遣する前に確認の電話で軽バンにかけられる。わかんないけど、なんかいろいろあるんでしょ。俺は、デリヘルとか呼んだことないから。配信会の裏のボスじゃねえかよ。だから、俺よりもなんか大手配信者の、なんか連絡先つながってるから、配信やったらこいつ面白そうだなと思うよね。なんか、のぞみさんとかと電話してたり、香川さんと付き合いあったりとか。どういう人脈だよっていう思う。なんかね、止める気はないっていうか、俺は彼女でもやっぱり一人格だから、なんかその人がやることに口出しするのがあんまり好きじゃないんだよ。そういうのって良くないじゃん。好きだったら付き合って、嫌いだったら別れればいいだけの話だから。自分が自分しか変えられないと思ってんの。
でもこれからのこと考えると少しずつ話し合って理解してもらわないと大変だね。いや、俺はね、彼女のこと変えるとかそういう気はない。俺はそれは人間付き合いの方法として、それは良くないことだと思ってるから。そういう人を好きになったっていうの、だから自分がどうするかしか考えてない。ツイッターはパスワード抜ける海外ツール横行してるもんな。あ、そうなんだ。ツイッターはね、また身売りの話が出てるらしいよね。収益が全然間に合ってないんだって。男はリアとしても何にも言わないね、のんたんは。だから俺に敵意を向けるリスナーと配信者と、あと女の人、要は浮気する可能性がある人に対してすごいうるさいね、のんたんは。好意的な人にはすごく好意的だよ、のんたんは。香川とはもうつながらの方が良さそうだけどね。キャスで名前出してたし。え、キャスでのんたんの名前出してたってこと？どういうこと？いや、なんか多分ね、のんたんは香川さん大好きだよ。ただのんたんの配信のアドバイスは超的確だね。俺のんたんと付き合ってからすごい、やっぱ配信に対する考え方とか影響をすごく受けてて、のんたんのアドバイスを守るとね、結構ね、人が増えるし、リスナーの質がすごい良くなって。のんたんの名前出してたんだ。だって古いもん、ずっと支援してたんだもん。俺はでも別に、香川さんのこと好きなのは知ってるから、好きっていうのは配信者としてね、異性としてじゃなくて。だから、なんつうの、別に花火打ちたきゃ全然打っていいし、グッズとかも俺はとやかく言わないよとは言ってる。それはほら、配信者と配信者の戦いだから、俺が香川さんより面白くなればいいだけであって。のんたんが香川さんを好きなように、女リスナーは和道さんを好きなんだけど、それも理解してくんないの。そんな理屈は通用しないよ、のんたんには それ何回も言った、もう100回以上言ってるけど、そんな理屈は通用しないんだよ のんたんは俺と女が会話してるだけで浮気だからね。香川の女がのんたんに嫉妬してた。異性としては全く見てないよ、香川さんのこと。っていうのも、なんか香川さんが結構、のんたんにちょっかい出そうとしてたんだよ。香川さんと闇将軍が、ちょっとのんたんに、ちょっかい出そうとしてた時期があって、でものんたんはそういうの全然、分かってるけど、全然相手にしてないっていうか。ただ普通に配信者として好きっていうか。俺はね、別に、なんつうの、浮気は浮気された方が悪いと思ってるから。例えば女性がした場合ね、浮気させるようなダサい男になってるのがダメなんだよ。でしょ。だから別になんか彼女が誰々に取られるとかじゃなくて、彼女にとって一番かっこいい男でいればいいだけだから。俺はあんまりそういうのは気にしてない。だから他人をこういうのやめてとか言うのが好きじゃないのよ。俺が言われるのが好きじゃないから。反対？あ、だからそれは男と女の付き合いの中でそれは絶対あると思うよ。俺は彼女にとって最高の男性であらないといけないけど、逆に彼女にもそうあってほしいと思うし、そうであるような人だったら嬉しいと思うね。私がいないとダメでしょっていうのを言葉で言わなくても体現しないとダメだと思ってるから。そういうもんだと思う。だって浮気されるっていうのはさ、浮気されたことある人だったらわかると思うけど、その前にもう問題が起きてるんだよ。だいたいうまくいってないんだよ。それわかるでしょ。俺は他人と過去は変えられないけど、自分と未来だけは変えられると思ってるから。自分と未来を変えることだけを考えてるから。
結構だからドライよ、考え方は。てか、のんたん最近放送全然見てないはずなんだけどね。香川さんをとかじゃなくて、ほとんど放送自体見てないと思うよ。もうほんとずっと俺と一緒にいたい人だから。だから香川さんが多分名前出したの、あれでしょ。放送見てなくて、支援がなくなってるからっていうのもあるんじゃないの。2、3万は多分香川さんに毎月落としてたはずだから。おはよう、スイさん。男って家庭は大事にするけど、体は本能でできてると思うけどね。あ、まあそれはあるよね。うん。浮気しても最後まで隠してほしかったかな。うん。浮気はするもんじゃないよ。浮気をするぐらいだったら別れるべきだよね。そのマナーとして。女の人が嫉妬してて、香川は否定も肯定もせず笑う。あ、そういう感じなんだ。和道さん、意外し好き？意外し好き？日本語がわかんねえわ。何、意外し好きってなんだろう。意外との、意外と好き？あ、ありがとう。結婚したら浮気してた、結婚したら浮気してバレたリスクの方が怖い。っていうか俺は何だろうな、浮気するっていうのはパートナーに対して失礼なことだと思うから、まずその発想がありえないと思うね。新しいフォロワーさん、まさとらさんフォローありがとう。新宿だね。うん、新宿だよ。ま、だからスリモ、あ、スリさんって呼ぶんだ。あ、新宿なんだ。ま、だから別れたけど、子供いたから8年我慢したけどダメだった。あ、もうね、そうなんだよ。別れるカップルってもう別れるのは分かってるんだよ。ね、よく言うんだけど、よくその相談を受けることがあったんだよ。その男女間とか人間関係とかで、よく言うのが、例えば私の彼氏 DV するんです、どう思います？って言われるんだけど、DV する男なの付き合う前から分かってたでしょっつったら、女の人に聞いたら分かってたっていうのよ。それをもう、それを知ってたんだけど、私と付き合ったら私にはしないと思ったっていうのよ。そんなことありえないのよ。だから大体ね、嫌いなことを言う。例えばすごいズボラなんですとか、なんか浪費癖が激しいんですとか、いろんな理由言うんだけど、それって付き合う前から分かってたでしょ本当はっていうと、分かってたっていうの。だけど好きになっちゃったっていう。だから付き合う前にちゃんとね、人を見ることができないんだよ。恋愛ってそこをバグっちゃうから、脳内麻薬が出るから。だから
分かってて付き合ってたのっていうのを踏まえないと変われないよっていうことはよく言ってる。自分は変えられるからって。だから選ぶ男が間違ってるんだよ。そう、直す努力をするよりも人生で一番大事なのは選択なのね。これチョイスセオリーっていう考え方なんだけど、人間が唯一できるのは選択をすること。こういうパターンとこういうパターンがある、人生設計どっちを選ぶかっていうことはできるわけよ。それの連続なの。どういう人と出会った、誰と付き合うっていうのは選べるわけじゃん。この選択を間違えると人生間違えるんだよ。離婚させたから飛び降りた。マジで？新しいフォロワーさん紹介します。スリさんフォローありがとう。そう。だからね、相手を変えさせようっていうのは、その、なんかいいことのように思えるかもしれないけど、それは傲慢だと俺は判断してんの。他人は物じゃないから俺は変えられないと思ってんのよ。人格を尊重するっていうのはそういうことだと思ってるね。自分のエゴでこいつはこうなったら良くなるっていうのはエゴなんだよ。自分にとって都合のいい関係を作ろうとしてるの。俺はそれは良くないと思ってるね。あ、だからその約束が一方的なんだよ。だからその俺司さんを責めてるわけじゃなくて、司ちゃんさ、付き合う前から浮気しそうだなっていうのはなかった。約束はダメなんだよ。浮気する人なのかしない人なのかを自分で見る目がなかったっていう風になんないと、その自分は高めることができるじゃん。次男を選ぶときに失敗しなくなるんだよ。そういう風に自分のせいにできる人っていうのは、相手のせいにするっていうのは自分は悪くないってなってるから成長を止めちゃうんだよ。4階はね結構高いよ。ギリギリ死ぬか死なないかだよね。そう、だから そこだと思って、俺は全部自己責任を負うっていう生き方を考えてるね。約束を守れるのは自分だけだと思ってるから、約束を他人が守るか守らないかっていうのは保証がないわけじゃん。でしょ？冷静に考えたら。運が良かったね。そう。だから俺は他人と約束はあんましないよね。約束を破る前提で生きてるから。自分しか守れないと思ってる、約束は。だから人と約束はしない。あ、間違えた。離婚はダメ。私は相手に嫌なことされたら相手を責めずに自分を見る目がなかったな。また一つ勉強になる。あ、それでいいと思うよ。俺はその考え方が好きなね。そしたら次良くなるからね、自分の人生が。それでいいと思うよ。だから結局自分の人生って周りに付き合ってる人がどういう人かでだいぶ変わると思ってるからさ、それでいいんだよ。はい、若津。眠り姫、歌子さんいらっしゃい。ハートプレゼントありがとう、スリ。相手を責めるのも結構、そうなんだよ。そう、無駄な努力なんだよ。そこに気づけるかどうかなんだよね。相手を変えるっていうことはね、結構無駄な時間なんだよね。自分にストレスかかるし。そう。だから離れた方が楽だっていう。そう。付き合いやめちゃう方がね、絶対楽なんだよ。そうそう、俺も同じ意見。
なかった。だって相手が一方的に愛してると言ってくれたし、そんなに思ってくれる人って私は幸せだなって思ったんだよね。若かったし。まあ、俺はだからいつも言うんだけど、俺は失敗したことがある人とか、傷ついてことがある人が好きだから、それはさ、その経験っていうのは誰かを優しくできるわけじゃん。その痛みを知ってるってことは強さだと思ってるから、そういう方が味があっていいよね。うん、そう。奥さん大事にしない人はいずれ私のことも捨てる。そうそう。で、結局ね、人間って自分のレベルに合ってる人間と付き合うんだよ。これね、これ本当にまだ俺30しか生きてない若造だけど断言できるよ。あのね、結局レベル高い人間はレベル高い人間と付き合うし、レベル低い人間はレベル低い人間と付き合う。これ普遍的だから。だから、その、自分が、そのレベル高い人間、ステージの高い人間になったら、あのステージの高い人間が周りに寄ってくるよ。私は独身のふりした中国人に騙された経験があって、それから中国人大嫌いになりました。すげえ経験だな。イケメンだったの？そうそう。てか恋愛は共依存だから。恋愛自体が共依存みたいなもんだからさ。すげえな。はい、おもつさんはどつ。みんな早起きだよね。その代償に恋愛に興味がなくなった。人を好きになるっていう感情は俺は尊いことだと思うけどな。いいことだと思うね。イケメンではないけど天使のように優しかった。もう6年も前の話なのに未だに謝罪の手紙が来る。人間たらし。人ったらしなんだね。別に別れて10年になるけどお金振り込んでくる。誕生日はおめでとうの電話来る。そうなんだ。まあ、過ちを犯さない人間はいないからね。でもね、俺は女の人は尊いなって思うのがね、成功する男の陰には絶対にすごい女がいるんだよ。あんまり火の目を見ないかもしれないけど、大成功してる男の人にはね、女の人が人格者。本当に。確かに同レベルじゃないと話すらまともに通じない。そう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 。会話が面白くないんだよ。それは、例えば、言われてるのはさ、高 IQ。IQ が10ずれると会話ができないっていう風に言われてんの。よく例題を出すんだけど、幼稚園生と大学教授が話ってできないでしょ。大学教授の話は面白くないし、大学教授も幼稚園生に話してる時面白くないし、幼稚園生も大学教授と話しても面白くないわけよ。でしょ？で、人間っていうのはさ、IQ とか脳みそって能力差があるから、面白い人と付き合うべきなんだよ。それは幼稚園生が悪いとか、大学教授が悪いとかいうレベルの話じゃないの。会う人とやった方が幸せになるっていう。和道さんは米とプレゼントどっちが好き？それは、お前プレゼントっすよ。
それはプレゼントっすよ。ああ、そう正直に言うとプレゼントっすね。コメントも嬉しいけど、どっちがっていうふうには考えてない、あんまり。両方とも好きだよ。ただプレゼントは嬉しいっすよ。でも上下関係なくレベルが違うと人と話するのも楽しいよ。新たな発見。俺はだから、自分が付き合いたいと思う人は自分より上の人が好きだね。学ばせてもらう経験の方が好きだから。うちはセックスが全く合わなかった。セックス合わないの結構大事だね。それは大事だな。セックス大事だよ。セックス合わないのはストレスになるでしょう。辛いよね。スリは落ちてくのが好き。ああ、そういう女の人いるよね。そういう、そういう快感ね。そういう快感ってあるよね、人間ってね。ダメになってくのが好きな人いるもんね。だから女の人のさ、オーガズムってさ、難しいじゃん。男ってぶっちゃけた話さ、すごい単純じゃん。チンコこすってればさ、気持ちいいんだから。ああ、マネージャーさんありがとね。また来て。俺も楽しかったよ。ありがとう。チンコこすってれば気持ちよくなんだからさ。でも女の人ってそうじゃないじゃん。マネージャーさん、花火ありがとうございます。女性って心でセックスするからね。あ、マネージャーさん、花火2発ありがとうございます。ありがとう、マネージャーさん。よし。 ありがとうございます。3発ありがとうございます。すげえな。ありがとう。3発だからサブ60、4発ありがとうございます、マネージャーさん。4発、4×6、じゃあ 4×6、6、24回。あ、5、あ、ハート花火ありがとうございます。1、2、3、4、5、30回か。30回。ありがとうございます、マネージャーさん。いやー、すげえな。花火6発ありがとうございます。6、6、6、36回。よし、行きます。6、6、36。行きます。3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、
30、31、32、33、34、35、36、ありがとうございます。マネージャーさんから6発いただきました。筋トレすると耳遠くなるの、これ何なんだろうな。25キロもない、6キロ。片方25キロって相当だからね。結構本格的にボディービルとかやってる人ぐらい。それってダンベル25って。25のダンベルはジムに行かないとないと思うよ。家庭に置いてるって相当やり込んでる人だと思う。6キロぐらいです、片方。そんなに重くない。片方25キロだったら上がらないよ。軽めに設計してますね。だって500回とかやんだよ、1時間で。20キロやってんの？マジで？すごいね。女の人でしょ？ゆうこさん。20キロ片手で何回ぐらいやんの？ワンセット。でも本当はね、筋トレやるとき12回ぐらいがいいんだけどね。あ、いいっす、いいっす、いいっす。全然、勝手にやってることなんで。マネージャーさんやめてください。勝手に僕が筋トレやってるだけなんで。むしろみんなね、花火連続して追い込もうぜってやってるよ。うん、そう。20キロはすごいな、女の人で。これダンベルマックスにしても20キロいかないもんな。15ぐらいかな。 2.5 だから5でしょ。5マックス11キロぐらいかな。追い込んでいいですか？いやー、もういただける分だけやりますよ。追い込ん、全然いけますよ。何回でもいけますよ。だいたいね、100、200になってくるとね、もう限界になるから、泣き芸になってくるよ。もうずっと痛い言ってるっていう。おかげさまでね、ふわっちで今ランキングいくつだ？マンスリー、今何位だ俺。今何位俺、マンスリー。アイラが1位だよね。アイラが1位、2位、ケン、3位、リュータ、4位、クライン、5位、白ひげ、6位がリョーディ、7位がのぞみ、8位か。なかなかいいな。俺今8位なんだ。すげえ、トップ10に入ってんだ。あざーす。めっちゃ嬉しいわ。肩の筋肉つけるのってどうやってやればいいんだろう、ダンベルだと。誰かわかる人います？
肩の筋肉、ここをつける場合ってどうすればいいの？ここ、誰かわかるかな。胸筋つける場合はこれだよね。寝てこれだよね。あーきつ、これ寝ないと無理だな。サイドレイズって言うんだ。サイドレイズで検索するか。肩サイドレイズ、サイドレイズ、サイドレイズのやり方、サイドレイズ。うわきっつ、これこれか、きっつい、無理無理無理、これか、これか、これだ。いってえ、きっつ、これ、これ何キロぐらいでやるんだろう。超きついね、やば。何キロぐらいでやるんだろう、サイドレイズ。これは6キロだと今の重さじゃできないわ俺。体でもね、見た目かっこよくしたいよな。ムキムキになりたい。座ったままでできる、なんかないのかな。あ、ダメだ、ぶつかるわ。6キロじゃ女の子だって。俺の腕の細さ見てよ。ショルダープレス、ショルダープレス。俺だって運動神経、運動全くやってないんだよ。俺の腕見てよ。ショルダープレス、ショルダープレスね、え詳しいね。サイドレイズは6キロいきなりきつい。ショルダープレスはどうやってやるんだ。こうか、これか、これで合ってる。あ、これこれいいかもな。あ、これいいね。背筋も鍛えられるね。あ、これきつい。あ、これいいね。あ、これいいわ。あ、効く効く効く。これ効くわ。あ、これか。ショルダープレスいいね。おぉ、背筋もつくね。これいいわ。おぉ。ほうほうほう、フォームはいろいろチェックした方がいい。そうだね、フォーム次第って言うもんね。筋トレはフォームでだいぶ変わるっていうよね。腕周り太くしたいよな。筋トレやってんの、あゆえおさん。でも体はさ、そのなんつうの、その心も強くなるからね、体鍛えるとね。あ、ダイエットついでにやってるんだ。でもあれだよね、筋トレって実は体にめちゃめちゃいいんだよね。基礎代謝が上がるしさ。有酸素運動が体に毒なんだっけ。おはよう、ケチャラモンジャラ。そうだよね、確か有酸素運動はあんまり体に良くないっていうよね。なんか理系と文系と、なんだっけ、理系と文系と体育会系かで、あの寿命の追跡調査、花火だける、 OK、 ありがとうございます。理系と文系だとあれなんだよね、体育会系が一番寿命短いんだよね。60いくつとかで死んじゃうんだよね。で、文系が次で、理系が一番長生きだったような気がする。体を動かすのって実は体に悪いんだよね。よろしくお願いします。
追い込んでみる？本当に？ありがとうございます。マネージャーさん、花火ありがとうございます。有酸素も筋トレもバランス力はいいんだ。1回何回来るかな、ちょっと待ってみようか、連続でやろうぜ。2回目花火ありがとうございます。2回、マネージャーさん3発目の花火ありがとうございます。まだいける、まだいける、まだ余裕。4発目の花火、マネージャーさんありがとうございます。4発全然いける。5発目の花火ありがとうございます。まあいけるっしょ。結構ボーリングの時の和藤さん見た感じバランス的にはいい感じ。あのね、結構体感はいいらしいね。6発目の花火ありがとうございます。なんかね、あの昔からそれは言われる。7発目の花火ありがとうございます。なんかその腰とかが強いらしい。俺はなんか乗馬とかがすごいバランスいいって言われて、ね、8発目の花火ありがとうございます。大丈夫かな。8だよな今。1,2,3,8、9発目の花火ありがとうございます。10発目の花火ありがとうございます。これ大丈夫か。10発花火ありがとう。よし、いきますか。10だよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10発目。よし、ちょっと準備するね。マネージャーさん、10発花火ありがとうございます。60回いきます。いきます。13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25。汗吹き出てきた。26 27 29 30 31 32 34。やってますよ。35 36 37 48 49
50、51、これムキムキになりますよね。52、53、54、55、トーク好きですよ。56、ありがとう、歌子さん。57、58、59、60。スリさん、お疲れ。おやすみ。マネージャーさん、たくさんありがとうございます。ありがとう。6キロ。ただ昨日500回終わった後だから、腕の肘がね、ちょっと神経痛いね。バンプアップしてきたね。ありがとうございます。ちょっとビルドアップしてきましたね。ちょっと今日またビルドアップしてない。っていうか力こぶついたよね。やっぱ昨日は500回ですね。昨日500回で、今日は何回やってる？18×6 だから、60、86、18だから、108回。ちょうどいいですね。108回やってます、今。太くなったよね、多分。どう？見た目変わった？リスナーさんから見て。リスナーさんから見てどう？太くなっ、あ、左はちょっとまだ張ってないね。左フォームが悪いのかな？ちょっと変わったよね。でもまあ見違えるほどって感じじゃねえな。若干盛り上がってきたぐらいだね。肩は、男は肩と腕気になるけど、女の人って腹しか見てないから泣ける。そうなんだよね。だからさ、なんか私あんまりマッチョな人嫌いなんだよねとか言うけど、どんな人がタイプって言った、なんかボクサーのとか言って、いや、お前ボクシング選手ってめちゃめちゃトレーニングしてっかんな、みたいな。女の人って、細身のマッチョが好きなんだよね。筋肉隆々じゃなくて、細身のスポーティーな体が好きだよね。でもあれって相当鍛えてるからね。瞬発力やばいかんだよ。よく言うわっていう。ボクサーとかめちゃめちゃ鍛えてるからっていう。だから、女の人が嫌いなのってボディービルダーみたいな体なんだよね。細マッチョかガチムチか、そうガチムチが嫌いなだけであって、ああいう人たちはスポーツ選手だからめちゃめちゃ鍛えてるからね。あれは普通にマッチョですよ、ボクサーとかは。でもやっぱ体は締まってる方がかっこいいよね。T シャツ着た時にかっこいい。鍛えてる人ってそのね、 T シャツがね、こうなんつうんだろうな、ほら俺腹出てるじゃん。それがね、こうここが盛り上がるんだよね、ちょっとこう。で、ここがでかくなるから、T シャツがすごい映えるんだよね。わかる？なんか、こういう、かっこいい体になるっていうか、そうなんだよね。体脂肪がない体が好きなんだよね、女の人って。体脂肪、よく言われてんのが、手のひらのつまんだ時の、この皮あるじゃん。これが体脂肪 3% だって言われてるよね。これがお腹とかがこういう状態になったら、体脂肪 3% とかに追い込んでる。でもね、やっぱね、体脂肪はね、どれくらいだろうな。10% とか 12% とかないと、やっぱ変だよ。7% とかで相当絞ってるからね。で、体脂肪 3% って、本当1日だけのドーピングで、その大会とかに出る見せる用の筋肉作る人とかだから、3% とかおかしいよ。7% でも相当追い込んでると思うもん。やっぱね、12% から 15% ぐらいがね、健康的だよ。俺体脂肪 22% とか 24% とかだから、太りすぎ。ラグビー選手みたいに首太い人が好き。あ、ガチムチ系だね、それは。ガチムチ系っていうかもう、なんか、ボーンって感じだよね。ラグビーとかかっこいいよね。プロ野球選手とか見たことあるけど、体の作りが全然違うよ。骨格がもうすごい。もう肉が乗るんだよ。骨が太くてね、ガシッとなってるから。やっぱ肩、俺撫で方だからさ、肩幅でかい男とかすごい憧れるよね。羨ましいってなる。肩幅でかい男はいいっすよ。
着物とかは似合うんだけどね。体脂肪20くらいあるとすぐデブっていう。体脂肪、だって女の人の平均が体脂肪25だからね。まあ、女性の場合、おっぱいとかあったりとかするからしょうがないんだけど、女性はやっぱ体脂肪25はないんだ、きついよね。逆に俺ね、筋肉が出てる女性だとダメ。身長ね、171ないぐらいかな。なんかね、俺、30超え、25超えても身長が伸びてるんだよね。調子いい時172センチとかになるんだよ。俺168センチのはずだったの。だから身長伸びてるんだよ。なんか知んないけど。多分171ぐらいはあると思う。ジムとか行ったりするとそれくらいの身長だね。で、体重が今75だっけ ?76 か77か忘れたけど、結構太りすぎてるね。サイドレイズ頑張り、これ?サイドレイズなんか肘がおかしくなりそう。重いのでやると。多分こっちの方がいいと思う。なんか体がね、一番痩せてた頃、やっぱ中学生の頃だったね。サッカー部でもうなんか毎日10キロ20キロ走り込みから始まって、その時はすごい痩せたね。初日とか最初の3日ぐらい吐いてたもんな。ショルダープレスの方がいいよね、多分。ショルダープレスはプライベートでやろう。普通に鍛えたい。ジム行こうかな、また。今年から。無料だし。東京都のティップネス無料なんだよ。障害者手帳あるから。男は、僕は40過ぎて2センチ伸びたよ。ああ、じゃあ伸びる人は伸びるんだね。これだと軽すぎるな。全然運動になんねえ。でもなんかボディービルじゃないけど、ジムに勤めてる友人とか体育会系の人に言われたのが、友達とか、和道は鍛えたら筋肉つきやすい体質だと思うよって言われてる。そう、なんか太りやすい人は筋肉作りやすい人なんだって。だからちゃんと鍛えたらちゃんと体整うからやりなよって言われてた。筋肉はつきやすい方だと思うよって。鍛えた方がいいよって。もったいないよって言われた。ただなんかスポーツを全然やってこなかったから、体鍛える喜びみたいなのがあんまりないんだよね。身体能力低いからさ、体重落とさないとダメだね。まずはそのすっきり通常の体に戻さないとね。ああ、肩痛めやすいんだ、やっぱ。そうだよね、筋肉は、薄いもんね。肩がボーンってなってる人でも憧れるな、かっこいいよな。ベルセルクのガッツみたいになりたいな。超かっこよくない?ベルセルクのガッツ。俺、あのシーン大好きなんだよね。ドラゴン殺しをさ、最初、ガッツが振り下ろす時のシーン。五度あるじゃねえかよ、俺向きのやつがよ、つって。バカーンつって。五度が、振り寄ったんかー あのエピソードがすごい好きなの。ドラゴン殺しの。そう、若い時俺もやんちゃをしてたよっていう。そう、触れもしない剣を作って、なんか首にさせられたっていう。なんか王宮の鍛冶屋だったんだよね。で、王様にドラゴンを殺すような剣を作れって言われて、で、それは王様の命令っていうのは装飾が綺麗で、なんかすごいいい刀を作ってこいっていう命令をされたんだけど、なんかもうそういうのにうんざりして、人斬り包丁を作るのが俺らの役割だっつって、その本当にドラゴン殺せる刀っつって超重たい鉄の塊作ったんだよね。あれ、女から見たらデブって言われそう。ああ、言われそうだよね。室伏広治のさ、ベルセルクのコスプレ見たことある？まんまガッツだから。室伏広治のね、ガッツは笑うよ。これが有名なコスプレ。これさ、まんまだよね。もうリアルガッツでしょ。笑わない?これ。もうね、どっからどう見てもただのベルセルクなんだよ。これ好きなんだよね、室伏のガッツ。もう実写化決定でしょ、これ。笑うっしょ、これ。
これにちょっと乗っかってくる室伏が好きだよね。室伏すごいわ、強い。だってあれでしょ、なんだっけ、始球式かなんかに呼ばれた時、全くの素人フォームで130キロぐらい出したんだよね確か。すごい身体能力なんだよね室伏って。かっこいいよね。そう、ハンマー投げって実はその陸上競技の中で一番難しいって言われてるらしいんだよ。室伏がもしボクサーだったらとかさ、なんだっけな、握力、世界で5人しか握れない握力系っていうのがあるらしいの。そう、振り切るっていうのは5人しかできないんだけど、室伏浩二はそれをぶっ壊したらしいからね。なんだっけ、160キロとかの握力系だっけ。なんか室伏浩二伝説で調べてみるよ。室伏浩二伝説。結構ね、室伏浩二面白いんだよ。まとめ見てみるね。首すごいよね。握力120キロ以上。針が振り切れて測定不能。2008年北京オリンピック数ヶ月前、バートン・ソリン、握力王と言われるリチャード・ソリンの息子と共にトレーニングをしているとき、何のウォームアップもなしにハンドグリッパーの COC ナンバー3をクラッシュしたことがある。ちなみにクラッシュに必要な握力は 280IB、約127キロ。何のウォームアップもなくて、すげえ有名なハンドグリッパーを一撃で壊す。127キロ。ゴリラでしょ。ガシャーン。野獣系だよね。もう一個のエピソード。あれってすごいのと、室伏がソリンに尋ねると、あれね、君は、閉じちゃったから世界クラスの握力王の仲間入りしたんだよと、ソリン。ちなみに COC ナンバー3を初握りで達成したのは前代未聞。そう、COC ナンバー3っていうのはそのこれらしいんだけど、それを初握りでまずこうクラッシュ閉じた状態まで持ってったのは人類初らしい。で、何の、ただトレーニングに来ただけなのに、握力王になってしまう。世界トップランカーの握力王になっちゃうっていう。で、ちなみに、背筋は、室伏浩二の背筋力は背筋力は389キロ。霊長類最強と呼び声の高いレスリングのアレクサンダー・カレリン選手が400キロオーバーで伝説になっていましたが、ほぼ怒涛レベル。ちょっと用事済ませてコメントくれましたが、ダンベルありがとうございます。とんでもないです。マネージャーさんありがとうございます。たくさん。ありがとうございます。室伏浩二の、走力、100メートル10秒台。2002年に放送された TBS 列系のスポーツナンバーワン決定戦で総合ナンバーワンに輝いている。ビーチフラックスですが、上位経験者のスピード自慢が競う中でもダイブせずにナンバーワンを取った。ビーチフラックスというスピード競技で世界選手権100メートルのメダリストと勝負してなんとか勝ってしまいました。ビーチフラックスや30メートル走に至ってはウサインボルトよりも、室伏のスピードには勝てないと専門家は言っていると。要はね、速筋がめちゃめちゃ強いらしいね。スピード力。で、今度、跳躍力。飛び道具ね。運動神経がもう、日本人でナンバーワンっていうか、霊長類最強って言われてるんだよね。アスリート、だから、オリンピック選手とかで選手村でナンバーワンの代表とかになっちゃうのよ。もう、どの競技も、選手も、室伏の身体能力やばいって。で、俺、ほら、地元が成田でしょ。で、成田高校卒業なのよ、室伏って。成田高校のコーチがすごい有名な人で、で室伏成田の高校出てるんだけど、伝説残ってるよやっぱり。なんかどこどこの何々を引き抜いたとか、看板を引き抜くとかさ、あるじゃんヤンキー漫画とかで。なんかその道路工事のさ、道路工事っていうか、あの車の立て看板みたいなコンクリートがバーって埋まってるやつ、あれを引き抜けるとか残ってるよ伝説未だに。なんかヤンキーとかがわーって抜こうとしてて、誰々抜いてみろよみたいな、あ面白い俺もやってみろよっつったら一発でバーンって抜くとか。立ち幅跳びでは3メーター60センチ以上飛ぶ人間なんだって。立ち幅跳びで3メーター60以上飛べるらしい。野球の経験はないけど、129キロを計測。ソータのエピソード。生後4、5ヶ月で物干し竿に掴ませてみたら、小さな手なのにぶら下がって懸垂みたいなことをした。それから寝っ転がってる室伏の足を押さえたら、ヒロちゃんって呼ぶと腹筋を使ってグッと上体を起こした。
高校3年生の時、紅花国体で68メートル16を投げ2位になる。この記録はやり投げ選手の千葉県高校記録である。すごいでしょ。なんかそのやり投げとかやったことなくて、そのなんか俺出てみるわっつって県大会2位の記録、高校記録。そうそう、もう本当にやばいらしい。実はこの大会に出るまでほとんどやり投げの経験はなく、小石を数回投げ勘を掴んで本番を挑み、圧倒的な記録を出して総大会で入賞。世界陸上オリンピックに出場したハンマー投げ、砲丸投げの陸上、投擲の選手によって行われた樽投げ世界一ナンバーワンにおいて、第2回第3回ともに室伏がナンバーワンとなってる。第3回では 8m25 という大記録を打ち立てた。すごいよね、やばいよね。かっこいいよな室伏。いなんかあれでしょ、あのハンマー投げがあの円の中をこうやって回転しながら投げるやつを作ったのお父さんらしいよね。室伏広治のお父さんがそれを開発して、それでその世界のハンマー投げの常識が変わったんだよね確か。そう、それはその体格がやっぱ勝てないんだって。昔はだからこうやってブーンって投げてたらしいのよ。それかこの辺でぐるぐる回してこうやって投げてたんだって。だからあの円の中で何やってもいいっていうルールだったから、その体格で勝てなかったからパワーで絶対勝てないから、どうやってやろうっつってああやって自分をこうやって軸にして回転を始めたのが室伏のお父さん確か。でその時の確かあのアイディアっていうのが、お父さんはその体幹、その体の軸をぶらさないでいかにハンマーを投げるかっていうのにこだわってて、大黒柱にこうやって捕まってブラーンってぶら下がってたんだって。こうやってで、そしたら、あれって遠心力でこれいけるんじゃねっていうことを思いついて、その柱に捕まったまま自分が回る練習をずっとやってたんだって、こうやってぐる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 。大黒柱に。それで、その自分で開発してあの投げ方になったらしい。それで今世界のスタンダードになったじゃん。あの投げ方って。確かそうだったと思うんだよな。すごいよね。頭脳まで持ち合わせとか最強回。あ、それはお父さんの話ね。室伏広治のお父さんはハンマー投げで世界一のチャンピオンだったから。室伏は銀メダルでしょ確か。マックスオリンピックで銀だったと思う。確かでも頭もクソいいんじゃなかったっけ。確か室伏頭も良かったよね。英語がベラベラなんだっけ。でもさ、俺らのさ子供の頃ってさ、長嶋茂雄伝説ずっと語り継がれてたじゃん。長嶋茂雄が引退してから聞かなくなったよね。もうどこもかしこも長嶋茂雄をさテレビでいじってた時代あったじゃん。あれ懐かしいよね。もういじれなくなっちゃったもんね、ボケちゃって。逸材だよね長嶋茂雄はね。長嶋茂雄伝説とか若い人聞いたことある？多分今の若い子知らないんだろうね。長嶋茂雄伝説いこうか。じゃあ今から長嶋茂雄の伝説いきます。や少年野球教室にて、球がこうスッてくるだろ、そこをグッて構えて腰をガッとする、あとはバッと打ってガーンと打つんだよ。わかんねえ。こんなのばっかりだね。I live in 東京過去形にしろ、 I live in 江戸っていうらしい。なんかすごいよね。あとなんだっけな、あの学校の授業の時に隣の席のやつが本を読んでたらしいんだよ。君それ便利な本だね、どこで売ってるんだいって国語辞典のこと言ったらしいよ。便利な本だねって言って。すごくない？
そんな便利な本どこで売ってるんだい。アメリカでマクドナルドを見て、アメリカにも進出してるんだ。すげえな。あ、これ面白い。このエピソードちょっと好きだな。キャンプでアメリカ行った時のエピソード。こっちの子は英語がうまいな。こっちは外車ばかりだね。さすがアメリカだって。多分なんか、あの、外国っていう概念がないんだろうね、多分ね。これ面白いな。試合で負けた後、デーブ大久保がコーチから説教を受ける。その内容とは、長嶋監督の言うこと聞いちゃダメじゃないかって。いや、面白いね、これ。セカンドまでゴロを取りに行ったことが2回ある。あ、これも面白いね。コンパニオンの奥さんとデートを報道陣に追い回され、その時の一言、いい加減にしてよ、僕にだってデモクラシーがあるんだよ。デモクラシーはねえだろ。プライベートでしょ。プライバシーとか。僕にだってデモクラシーがあるんだ。野球よくわかんないけど、やばい人だって。まあ、伝説だからね、長嶋修行は。いろんなエピソードがあるんだよ。だって、俺今結構選んでるんだけど、サイトの中で長嶋修行伝説って検索したらこんなに出てきたんだよ。こんなに出てきたんだよ。あ、立教内閣に行ったエピソードもある。やばくない？長嶋修行伝説のトップのページ行ったらもうこんなにあるのよ。これやばいでしょ。こんなにあるんだよ。もうこれ全部言い出したら、あの、2時間番組、3時間番組できるよ。やばくないこれ。やばいっしょ、これ。この量、長嶋茂雄伝説。伝説だけでこんだけ持ってる人いないよね。すごいよな。長嶋茂雄がどうすごいかっていうと、あの、もう本当にスーパースターで、普通ってさ、バッティングで当てる技術を練習するじゃん。長嶋茂雄ってどういう練習するかっていうと、観客を沸かせるために三振になった時のかっこいい空振りの仕方とか練習してたらしいよ。もう空振りになった時、いかに観客が、あーって言いたくなるような豪快なスイング。豪快な空振りを練習してたらしいよ。セコムの CM をやってるのに、泥棒に入られる。翌日株価が大暴落。天才。これは面白いな。セコムの CM やってるのに泥棒に入られる。翌日株価大暴落。これはすごい。アメリカ人の人にバッティング指導をした時の一言。ノンストロング、ボンボン。絶対、何これ、ノンストロング、ボンボン。やばいよね。これも面白いな。バッターの心構えは、三つ。集中力と小さいことに気を配ることです。三つ目ないのっていう、ね、三つ目どうしたっていう、ね、天才だな。バッティング指導の時の一言。男だけについてる袋を揺らさないように触れ。いや、これも作業妨害だよね。笑っちゃうよね。バッティング指導の時の一言。来た球を打て。掛布はこの一言で見事、スランプを脱出。バカばっかりだよね。バッティング指導で来た球を打て。野球が上手いだけの外事だった。いや、まあ、だからそういうことだよ。だって勉強が、もうできないんだもん、本当に。もう本当有名だよ、それは。来た球を打てはすごいよね。
これ全部読んで面白いのやってくね。阪神ファンの松井を口説いた時の一言、共にいい汗を流し王国を作ろう。すごいな、スケールでけえな。引退した選手が飲食店を開いたのでお祝いに駆けつけました、サインを置いて帰る。その時の日付が2万1年1月1日って書いてあったらしいね。2001年じゃなくて2万1年って書いてあったらしい。まさこれさ、勉強ができるとかそういう問題じゃないんだよ。もう次元が違うんだよ。もう2万1年を生きてるからね。ゼロが1個多い。これ面白いな。松井が打席に立った時の一言、Hey boy! Come on boy! なんか英語の使い方おかしいよね。矢沢永吉と同じ匂いするよね。他の選手で日付間違えられたことがある。愛されキャラだよね。これ面白いな。今年初めての開幕戦。そりゃそうだろうっていう。始まりのスタート、バースデー誕生日、デーブ大久保にバッティング指導をしてる時の一言、おいどうだった、俺のスイングはおかしくなかったか。指導する立場じゃないよね、自分のスイングが気になるっていう。アメリカの首都はシカゴに決まってるじゃないか。ワーストはネクストのマザー。これ名言だな。ワーストはネクストのマザー。え、どういうこと？最下位は次の母って意味。頭痛が痛い的な感じだろうね。いいな。ワーストはネクストのマザーっていいね。言われたいな、長嶋茂雄に直接言われたいね。ワーストはネクストのマザー。これも面白いね。松井くんにはもっとオーロラを出してほしい。オーロラは出さないでしょ。ボールボーイに対して一言、ナイスラン、いい走りだね。やばいな、長嶋一茂、じゃあ長嶋茂雄面白すぎるね、やっぱ。雨降ってグランド固まるっていう名言もあるらしいよ。雨降って地固まるをグランド固まるっていうんだろ。ハッピーニューイヤーな年明け。この人天才だな、ほんと。これ面白い。ビートたけしをゴルフに誘う。朝たけしと挨拶した時の一言、たけしさん、今日はゴルフですか、誰とですか。失礼だろこれ。これは失礼でしょ。すげえな。おはよう、エージェント。これいいね。ベンチから長嶋一茂の一言、フォークだよフォークと指示を出す。敵打者はそれを見逃さず見事ホームラン。すごいね、ベンチから監督がこうやってフォークだよフォーク行こうって、フォークかって、フォークフォークかって。
それは見逃さねえわな。外国人に会った時の、最初の挨拶は必ず See you again。 いいね。外人に会った時の一発目の挨拶必ず See you again から入るんだ。かっけー。すげーな。これインタビューで好きな番号を聞かれた時の一言、ラッキーセブンの3。これはすごいな。好きな番号何番ですか、ラッキーセブンの3。すげえ。すごいな。企画外でしょ、ラッキーセブンの3かよ。やばいね。金属バットのことをアイアン、木製バットのことをウッドと呼ぶらしい。遅刻の時の言い訳、いやー電車が行き先を間違えちゃって。遅刻の時の言い訳、昨日はシャワーを食べてうどんを浴びたら12時になってしまいました。うどん浴びてる、うどん浴びるってなんだよね。でもなんか長嶋一茂が言ってたけど、子供の頃なんか超子供の頃、なんかその、現役の選手になった頃、野球場に試合に連れてかれて、帰り置いてかれたらしいからね。息子を置いて帰ったらしいからね。で、家帰って、一茂はどこ行った?って。かっこいいよね。一茂がいないなぁって。この人は多分野球がなかったら本当やばい人だったろうね。失敗は成功のマザー。野球がなかったらマジで超やばい人だよね。ニコ生やるしかなかった人だよね。バントなどの小技のことを小物っていうらしい。サダオカが入団した時のサダオカに対する一言、洋服を着るのは初めてか、嬉しいか、洋服を着て。すげえなー。使ったことないもんね、洋服を着るのは初めてか、サダオカ。何時代だよな。すごいわ。野球の解説での一言、この試合は1点でも多く取った方が勝ちでしょう。そういうルールだから。そういうルールだから野球って。まあ長嶋一茂、もしよかった長嶋茂雄か、長嶋茂雄伝説、よかったらみんなも見てください。伝説だな。
でもなんか顔がかっこいいんだよな。スター性あるよね。いやー、身近な人大変だったでしょ。もう何言ってるか全然わかんないでしょ。これいいな。徳光さんが行きつけの蕎麦屋に連れて行った時のエピソード。徳光さん、ここの蕎麦うまいんですよ、長島さん。長島。ああ、そう。じゃあ、カツうどん。かっこいいな。ああ、そう。じゃあ、カツうどん。テレザンビーいらっしゃい。ああ、かっこいい。これもいいね。好きな四文字熟語を書いてって渡された色紙に、長島一茂って。あ、違う、長島茂雄って。薬やってるっていうか、これはすごいよね。好きな四文字熟語、長島茂雄。やばいね。あのね、てるちゃんぴん、薬やってる笑い方っていう風に指摘するってことは、自分が薬やってるってことですよ。これいいなぁ。やばいね。これもいいな。インタビューでの一言。ジャイアンツの監督は大変ですよ。毎日がジャイアンツ戦ですから。すげえな。そりゃそうだろう。スケールがでかすぎるな。これすごいよね。こんな人いないよね、今。こういうスーパースターっていないよね、今。スーパースターが欲しいよ。これいいな。肉離れのことをなんて言うと思う。みんな、長島茂雄は肉離れのことなんて言うと思う。はい、クイズです。10秒以内に答えてください。肉離れのことを長島茂雄は何て言うか。クイズ長島茂雄。薬ないとやばい。ちょっと考えてください。みんなで。これはすごいよ。もう想像もつかないこと言うよ。肉離れ。これも面白いな。じゃあ答え言いますよ。いくよ。ミートグッバイ。僕のここがミートグッバイしてますよ。肉離れをミートグッバイってすごいよね。ミートグッバイだよ。すごいよね。鶏肉を注文するときの一言。アイムチキン。私は鶏肉ですだからね。アイムチキンはいいね。これもいいな。みんないいな。何事も諦めるな。いいか。人生はギブアップだって。すげえ。新人王を獲得した時のコメント、ライフワークの中で非常にメモリーです。もう何言ってるか全然わかんないよ。ライフワークの中で非常にメモリーです。これどういう意味なの。ライフワークの中で非常にメモリーですってなんだろうね。なんだろうね。言語屋がぶっ壊れてるんだろうね、多分ね。ライフワークの中で非常にメモリー。これですよ。だからさっきさ、三振の練習してるって言ったじゃん。三振した時にいかに客が湧くかっていう練習はこれですよ。
すごくない？これが三振した時の長嶋茂雄ですよ。絶対こんなことにならないじゃん、野球やってたら。すごくない？これ練習してないとこの顔できないでしょ。すごいでしょ。これがスーパースターなんだって、やっぱ。ヘルメットがこんだけ飛んで、こんだけ振り向くんだもん。こんなことにならないでしょ。これ練習の成果だよ。これがスーパースターだよ。かっこいいよな。だからさ、昔のこういうスーパースターってプロレス的だよね。プロレス的っていうか、なんかショーを楽しんでるよね。客も演者側もすごいよね。フルスイング超えてるよね。長嶋も矢沢も3型も、あー B 型で、俺も B 型。 B 型はね、なんか特殊だよね。変な人多いんだよね。いわゆる新しいフォロワーさんを紹介します。コウさん、I'm thank you。 どっち向いてんだよってなるよね。新しいフォロワーさん、ありがとうございます。スターはみんなの期待に応える存在。スーパースターの条件はその期待を超えること。いいこと言ってるね。すごいな。あ、ワド君にオーロラがあるね。すごいね、ナイスコメントだね。高校時代の成長期に不安になって、保健室を訪ねた時の長嶋茂雄。もしかして背が伸びる病気でしょうか。すごいな。俺の笑い方そんな変？なんかたまに言われるんだよね。お前の笑い方病気の笑い方だよね。和道がなんか心の底から笑ってる時なんか悪魔がついてるとかよく言われるんだよね。ニコ生の時から結構指摘されてた。なんかね、もう笑い方が病的っていう。和道がね、本気でね、ケタケタ笑ってる時はね、なんか人を見下してる笑い方だっていう。そうだよね。はい、新竜明けおめことやろう。これ面白いな。長嶋一茂と掛布の掛け合いね、これ。もしもし、掛布くん、ちょっとバット振ってみなさい。どうだい掛布くん、どんな音がしてる？いや、まあブンって音。ブンじゃダメだな、バーンじゃないと。ブンですか？いや、バーン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 。おいぞ、さあもう一度言ってくれ、バーン。よーし、もう大丈夫だ。それじゃあまた。バッティングフォームじゃないっていうね。もう言い方になってくるっていうね。ここいいな。サバという文字についての珍回答。魚辺にブルーですか。魚辺にブルー。あれ、橋本どうしたの？ホームレスでバーでこじってたやつ。ごめん、何言ってるかわかんないな。ホームレスでバーでこじってたやつ。なんか言った？おお、びっくりした。はい。はい。おはようございます。はい。はい。
降りてたんですけど、はあ、誰かとお話してました。いや一人で、あ一人、誰から、誰かが分かんないんだけども、あそれいた、あのいたずら、うん、いたずら、ちょっとお話聞かせてもらっていいですか。どうぞ。で、はい、さっき言った声してるから、はい、ちょっと音を落としてもらって、お声の量を少し落としてもらって、はあ、お願いします。はあ、うん、うちのもちょっと110番入ったら来なきゃいけないんで、はあ、それでちょうどここの、ね、建物1階っていう1階の101号室で、はいはい、来たんで、はあはあ、はい、申し訳ないですけど、はあはあ、うん、ちょっとはその辺あまり考えていただいてお願いします、はあ、でお名前教えてもらいたいですけど、いや別に見てみますと、え、なんで教えないといけないといけないんですか。要はうちの方も110番でね、はい、うん、来たんでお名前とか教えてもらいたいんですけども。お断りします。お断りする、はい、了解、はい、ちなみに、はい、あのどういった内容で要は今しゃ、あれしてたんですか。例えば電話とかどういった関係であれですかね。で例えば電話してて、はい、こういうふうに声出してたのか、はあ、例えばいろんなんか誰かと話してたのか、もうそういう内容だけ教えてもらっていいですか。ないよ、うん、電話してて要はそれで大きくなっちゃったのか、はい、はあはあ、例えばなんかやっててその人が誰かいて話しててあるのか、はあ、ちょっとよくわかんないですね、うん、分から今は何やってたんですか。いやまあ部屋で喋ってましたけど、うん、あの電話で喋ってたんですか、それとも。え、なんでそれをあなたに言わないといけないんですか。うん、それは、うん、あのうちの方も、うん、通報があったんで、どういう理由で通報があったのは僕には関係ないんで、うん、はいはいはい、でも、はあ、ほらどういうことをしてたのかというのを教えてほしいのよ。嫌です。なぜなぜなぜあなたに言わないといけないといけないのかを僕にはわからないです、うん、で例えば、はい、ほら、はい、なんかチャットし、まあテレ、まあなんか画面見えるけど、例えばチャットしてて、はあ、画面が見える、これ画面じゃないの。ほうほうほう、違うの。なんかほら、はあ、ディスプレイじゃないのそれ。はあ、ディスプレイですけど、だ例えばそういうので、はい、ちょっとチャットしてて、はい、でまあ声出して、え、だからそれをあなたに言わないといけない理由がわかんないんですけど、うん、それはうちも110番入ってるんで、110番入ってるんでしょうね。はいはいはい、どういった関係で、はい、そのまあ、うん、ちょっと声出してしまったかっ。だからそのプライベートなことをなぜあなたに言わないといけないといけないのかがわからないって言ってる。なんか言えないことでもあるんですか。いや言えないことは別にないですけど、あなたに言わないといけない法的な義務は別にないですよね、僕には。だから言いたくないっつってんの。なんで、じゃああなたが、ちょっと待て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 、ちょっと声でかい声でかい、聞いて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 、俺の話聞いて、俺の話聞いて、俺の話聞いてね。うん、あなたは何々署の誰々さんで、私新宿警察署の長谷川と申します。うん、新宿警察署の長谷川さんだと。あなたがプライベートでね、プライベートの時間何やってどういう会話してるのかとか聞かれたら嫌でしょ。俺だって嫌だからね。でも、うん、ほら110番入ってたら、例えばこういうことでちょっと声出しちゃったって、だから自分の部屋で声出してて何が悪いのっていう話だから、うん、俺からしたら、ちょっと私もね、ちょっと起きて、音がちょっと漏れてたんで、うんうん、まあ、それそうでしょ、人が喋ってたら声漏れるでしょ。そう、うん、だからそれはどういったことでっていう、やっぱ原因となるじゃないですか、うん、それを教えてほしい、それだけ、うん、だから言いたくないっつってんの。言いたくない、うん、終わりました、うん、じゃあ、はい、それで、はい、じゃあちょっと前の人に迷惑かからないように静かにしてください。あ、そう、はい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 、はい、さよなら、うん、よいしょ。黙秘っていうか、あの任意だから、うん、デモクラシーだね。完全に俺のデモクラシーを侵害してるぞ。完全に俺のデモクラシーを侵害してるぞ。違う違う、近所じゃない。あの匿名での通報だから、放送見てるなんかアンチがいつも通報してんのよ。うん、そう。受けるよね。警察の方がうるさかったよね。うん、なあ、普通に話してるだけだもんね。うん、まず近隣住民が通報してる場合っていうのは、普通みんなが通報するパターンだと、僕誰々のどこどこですって言うじゃん。
そう、偉そうだったんだよ。対応いいところ、警察官はいいんだけど、対応悪いやつは本当悪いよ。なんか、やかってくるやつよ。いるよ。うん、ね。うん。なんか、ムカつくときには答えない、うん。自宅で話して何が悪いんだって話だよな。自宅で話して何が悪いんだって話だよね。声漏れてますけどって、はぁ、あ、そうですかって。だから何ですかって話だから。うん、そうそう、冬とか夏になるとさ、あのキッズが多いのよ、やっぱり。だから板電とかがすごい多いの、うんうん、バカな警察って逆ギレするからな、うん、じゃあどこで話せって話だよな、うん、本当に大体さ、おかしくない？なんか話せない理由があるんですかとか言ってるけどさ、なんでプライベートなことをお前に話さないといけないんだって話じゃん。ね、聞き方あるだろっていう。そうそう、冬休みはどうしても多いんだよ。うん、夏休みと冬休みは多い。うん。うん、まあでもね、しょうがないよ。警察もさ、虚偽通報でも動かないといけないから。だから、もう、月にね、30回以上来んのよ、警察は。だから、もう、被害届も出して言ってるんだけど、新しい部署の担当とかになると来ちゃうの、どうしても。そう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 、有名になるほど辛い。あ、でもね、警察が来るのはデフォだし、もう、分かってる人とかもいんのよ。今日の人は初めての人だったんだけど、だいたいいつもの交番から来るから、だいたいもう、全員、あ、あそこね、みたいな感じなのよ。だから、ピンポンって出して、あ、ごめんね、みたいな。わかってるから、みたいな。あれでしょ、いつもの、つって。うん、あれです、って言って。わかったわ、つって、うん。名前は教えてくれないよね、つって。最初の頃も答えてたんだけど、もう時間取られるから。うん、家に宿根じゃないよ、警察、うん。俺はほら、住所割れてるから。だからさっきも言ったじゃん。住所と名前わかってたらこういうことができるよ、っていうこと言ったでしょ。うん、要は、こうやって毎日毎日警察動かせるんだけど、だからあんまりにも多かったらつって、その警察で逆ギレするやつもいるのよ、うん、だからそういう時は舐めた態度を取ってきたら舐めた態度で返すと、うん、長谷川新人っぽかったね。多分配属が変わったんじゃないの、うん、ローテーションであるから、でもね、大体警察官の言い分っていうのが、通報が入ったからっていうの。だから俺は通報が入ったから何なのってよく言うの。それはお前の職務の問題だって、俺警察官じゃないから関係ないよっていう。君は、君には話したくない。俺の曖昧な権力。いや、君には話したくないっていうのはできるのよ。黙秘権っていうのがちゃんとあって、喋らなくていい権利があるの。俺らには。うん、そう、権利っていうのは法的な概念より上でしょ、うん、そう、これ人権の問題だから、何の話なんだっけ。長谷川じゃねえや、長嶋茂雄か。長谷川じゃねえや。ミートグッバイの話だね。コーヒー買ってきてもいい？コーヒー、コーヒー買ってくるわ。そう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 、だからそのどういう事情でっていう報告書を書きたいの、点数が上がるから。そう、だからその何それが欲しいな。ダツさん行ってきます。
天気いいね、今日天気いいわ。ただいま。閲覧今日多いな。ただいま。やっぱコーヒーブラックはタリーズだな、一番うまい。タリーズのこのコーヒーのうまさは異常だよね。はい、一応ただいま。T シャツすげえな。また売れた。意外とグッズあれだね、やっぱ買ってくれる人買ってくれるね、本当に、ありがたいことに。あざす。結構みんな買ってくれてるわ。マロングラッセのりこも購入あって、なんかね、和道 T シャツだけ1枚も売れてないんだよね。冬だからかな、パーカーが一番売れてる。
もう3日か。おはよう、翔星さん。おはようございます。あ、なんかやってた時にいたホームレスどうした？あ、石野？石野のこと？あれでしょ？あの、バーやってた時にさ、あの、FC2 の配信者の石野のこと？それとも浅井さんかな？有田さんかな？誰だろう？石野で合ってる？どうなんだろう？石野？石野は俺会ってないし連絡取ってないから分かんないんだけど、風の噂を聞くところによると、あのお店を出すらしいよ。うん、分かんないけど。でたまーになんかキャスだか FC2 だか分かんないけど、たまーに半年に1回ぐらいなんかやってるみたい、配信は。でそれを見たリスナーさんからなんか電書場とか来たから、俺も自分で見たわけじゃないから全然分かんないけど、うん、なんか頑張ってるらしいよ。焼き鳥屋さんって言ってたかな。なんかお店持つらしいよ。うん、アイテムありがとう。おはよう。あれ今年初めましてだっけ？今年入ったから明けおめことよろかな。明けましておめでとうございます。おはよう。ニコ生って最近見てる人いる？どうなの？今ニコ生熱い人とかいるの？盛り上がってんのかな？ニコ生自体は全然見てないから全然わかんねえわ。何を
遊んでるっていう。ニコ生どう見てる？みんな。全然わかんねえな最近の生主。洋平くんニコ生だよね。川崎洋平は。洋平くんもふわっちやればいいのに、稼げると思うんだよな洋平くん。なんかニコ生でやる意味ってあんのかな今。見てない？森と AF が森と森の元カノとカナヘビのことで盛り合って、AF ちゃんがヨッサンとコラボしてんだ。へえ。リスナーしかやってないイメージだったけど、カナヘビと付き合ってから配信やり始めたのかな。なんかよく喧嘩してるよね、うん、よく喧嘩してるってイメージがある。見てないよね。俺も全然見てねえわニコ生。キャスも見ないもんな。ニコ生自体は盛り上がってる感じなの？ていうかニコ生本当にやばいよな。配信サイトが乱立してるからリスナーがバラバラになってんだろうな。だからニコ生一強時代とかすげえ楽しかったんでしょ。ニコ生一強時代見るのほとんどない。ないよな。キャスとかだとね、あの大手がいっぱいいるからザッピングできるだろうけど、ニコ生的な配信者が最近受けないからな。だってふわっち今熱いよほんと。まあみんなわかると思うけど、ふわっちはマジで来てると思う。俺の予想キャス超えると思ってるから、多分3年以内にキャス超えると思うよふわっち。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ハゲブタさんフォローありがとう。藤崎さんフォローありがとう。閲覧も多くなるし、閲覧も多くなるし、稼げるし、なんでやらないんだろう。関慎吾とかは向いてると思うけどな。太い過去いるんだから。眠いな。3時間と20分やってんのか。それは眠くなるわな。一回これで枠閉じるか。あと10分で枠一回閉じまーす。取り直すわ枠。延長がもったいない。ゲソロ。おお、アイラいらっしゃい。アイラやばいね。
調子いいじゃん。なんか囲いが離れたとか言ってたけどさ、デイリーもマンスリーも1位じゃん。調子いいね、儲かってるね、アイラさん。景気いいね。あ、アイラさ、アイラさ、連絡したいことがあるんだよ。ちょっとプライベートで聞きたいことあるんだけどさ、あの、LINE 教えてくんね。あの、コツで繋がる LINE。なんかグループ LINE じゃなくてさ、LINE アットの方に登録しちゃって連絡取れないんだよ、アイラに。アイラ、LINE 教えてよ。LINE。さ、俺聞きたいことあるんだよ、ライラ、あの、アイラに。DM かなんか、どうすればいいかな。これ、あ、ごめんね。俺さ、なんだ、ドコモの正規の会員じゃないから、ID 検索確かできないんだよな。なんか URL で送ってもらうことできない ?URL で送れるはずなんだよ。申し訳ないんだけど、ちょっと今やってみるわ。I love you。ちょっと今、ログインしてみよう。別に配信外じゃなくてもいいんだけど。なんかね、あの、詳しい人じゃダメなんだよね。どうやってやんだ?友達検索、ID 検索。あ、あったわ。あ、できたできた。アイラ。電話するわ、今。出ねえな。アイラ出ねえな。出なかったわ。今追加した？ちょっと待って。あ、もしもーし。おはよう。おはよう。いきなりかけてくるんだね。明けおめことよろ。明けましておめでとう。あさ、すごいね。あ？うん。何が？え、寝起きだけどさ。あ、寝起きか、悪い悪い。大丈夫、大丈夫。あのさ、ふわっちのポイントの課金の仕方で教えてもらいたかったんだよ。課金？あの、ペックスってやつ。あ、俺ね、ペックス知らないの。あ、そうなんだ。俺使ってない、ペックスは。わかんない。なんか、ペックスだったら速攻下ろせるって聞くけど、なんか簡単らしいよ、でも。あれ、なんか手数料がそんなにかからないって言われたんだけど、実際どうなんだろうと思って。うん、知らなかった。いや、何百円とか。あ、そんなもんなの？多分。上限とかって知ってる？引き下ろせる。いやー、あれなんじゃない、やっぱり。うん、ちょっとわかんないね。なんか俺、運営さんから言われたのが、うん、引き下ろせるのがなんか月1回で50万までって言われたんだけど、アイラいくらなの、うん、なんか上限カットされる場合もあるんでしょ？ 2 回に振り込み分けるとか。あんとね、うん、いや、月50だよ、多分。あと、しかも有効期限あるし。嘘？あれ半年間だっけ？半年。半年。3ヶ月じゃなかったかな？あ、半年かな？あ、半年だわ。半年。それってさ、どこで見ればいいの？サイト。なんか、それが載ってるのがないんだよね。お知らせ。お知らせ？お知らせじゃない。なんだっけな。なんか、どっかトップページから。トップページ。ヘルプお問い合わせ。プライバシーポリシー。利用規約。そうじゃない。多分、そこに書いてあると思う。その辺に書いてあるのかな。そう。なんか、金のことがわからなすぎてさ。いや、換金俺、したのが2回。え、2回しかしてないの？ 2 回しかしてない。それを、うん、あの、正規のやり方だから50、月1回50の方法だから、ペックスじゃないんだよね。あの、最近ペックス聞いたから、ちょっとよくわかんないね、ペックスのやり方は。あ、そうなんだ。でも、なんか、あれだよね、うん、翌日に振り込まれるとか、そんなんだよね、ペックスって。
うん、多分。そっか。ありがとう。それだけ？それだけ。了解了解。うん。じゃあ、登録しとくからよろしくお願いします。あ、なんかあったら。了解。いいっすよ。了解。どうもでーす。アイラさんでした。今一番ふわっちで稼いでるアイラさんでした。じゃあみんな、俺一旦落ちるわ。お疲れ様。休憩してからまた配信開きまーす。お疲れちゃん。ありがとうね。たくさん見に来てくれて。1500人の人ありがとうございます。また見に来てください。お疲れい。つかすちゃんお疲れ。ありがとう。うん。小鳥さん取り寄せです。ありがとうございます。お疲れ、新竜。お疲れ。うん。チオ、お疲れ。おっつー。うん、お疲れ、ふわふわさん。お疲れ。ありがとうね。多分、髭剃ったりとか、髪の毛切ったりとかして、気が向いたら、放送するし。そのまま寝るかもしんないわ。ちょっと、不明です。まあ、ツイッターフォローしてもらえれば、お知らせとか行くようになってるんで、もし、見てくれる人はフォローしてください。よろしくお願いします。おつおつ、うたこさんお疲れ。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。